はい。それでは本日は一級建築施工管理技師の学科試験、平成30年問22番施工、土工事について解説をしていきたいと思います。問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されてありますので、そちらからもご覧ください。土工事に関する記述として最も適当なものはどれか。1、切り底面下に、飛圧水、飛圧体水槽があり、万袋の発生が予想されたので、ディープウェル工法で地下水位を低下させた。こちらの問題は正解です。 まずですね、今回の問題は、バンブクレに対する対策方法、ディー d ベルが使われるという問題になります。まず、バンブクレというものは何かというと、この掘削底面、ここですね、掘削した底面が、その直下により、南水槽、その直下に南水槽があり、この南,南東水槽というものは何かというと、水をこう通しにくい、まあ、砂の地盤みたいな、まあ、地盤があるということですね。なので、こういう、こういう、えー、地下水があって、その地下水の水を通しにくい層があるということですね。その層があって、 その下に、非圧、非圧地下水により、掘削底面が持ち上がる現象というものなんですが、この非圧地下水というものは何かというと、まあ、このようにですね、水を通しにくい地盤、そしてその上に、その下に地下水があります。そしてその下にさらに、この、南東水素があるということなので、この水を通しにくい地盤、そして水、そして水を通しにくい地盤があるので、 この両サイドからこう圧力がかかっているわけです、まあ。圧力がかかっているというか、水が通しにくいのが全然、全然水通さへんやんっていうのが、まあ、えっ、ー、と、外と、えー、外側にあるということですね。で、飛圧,水飛圧地下水というのは、まあ、そこに、ちょっともう、この、なんて言いますかね、もう、どっちも行けへんっていうのが、この地下、えー、飛圧地下水になるということですね。なので、外行きたいけど、閉じ込められている水、これが地下水。この飛圧地下水というものになります。で、えー、このようにですね、段差、 になっているとどうしてもこっちのこっちの方がパワーが強いのでこっちにはなかなか行かないとけどこの短い方ちっちゃい方この高さがちっちゃい方に関しては飛圧地下水はもう圧力がかけられるのでよしこっち行ったでということでこっちに、えー、圧力がかかっていくそしてその結果、えー、この掘削底面がこう持ち上がってしまうこの飛圧地下水のこのパワーによってこうグイッとこの弱いちっちゃい方向の方だけこう持ち上がってしまう現象がバンブクレと言われるものになります この対策方法の一つとして、ディープウェル工法というのがあるということですね。このディープウェルというものは、掘削構内、あるいは郊外、まあこっち、このこ掘削の郊外、もしくは郊内、どっちかにディープウェル、井戸水を設置して、水中ポンプにより排出する工法になります。これ、郊内に、こうやった図面、え、え、絵になるんですが、まあこのように郊内に、こう、掘削底面というか、まあ、掘削構内に、このディープウェル、 えー、ディープウェルをこう設置して、そしてこの地下水、冷、えー、地下水をこう外に、えー、出していく。えー、これが、えー、万物での対策になるということになります。1番に関感謝、えー、こちらのことを言っておりますので、正解になります。それでは2番。ボイリング対策としてし、えー、周辺井戸の井戸枯れや軟弱層の厚水沈下を検討し、ディープウェル工法で地下水を低下させた。こちらの問題は正解です。 まずこの、えー、ボイリングという言葉が出てきます。このボイリングという言葉は何かというと、えー、掘削底面付近の、えー、砂地盤に、えー、上向きの水流が生じ、そして、えー、砂が持ち上げられ、掘削底面が破壊される現象と書いてあります。一体これは何を言っているのかというと、まあ、このようにですね、掘削地盤があって、ここに、えーまあ、山止めの壁を設けるという流れになります。そしてこの地下水位というのがここにあります。地下水位がここにあって、これが GL ですね。この、えー、まあ 掘る前のこの一番最初の、ま、グランドラインがあるということです。で、地下水がここにあるんですが、ま、こう地下水がどんどん下に行きます。どん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 下に行くと、砂地盤からの上向きの水流、上向きの水流がこう生じてきて、え、く、え、この掘削底面、ここですね、ここが掘削底面、ここがこうどん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 持ち上げられていて、結局こう破壊して、こうガタガタガタと落ちてきて、こう水がこっちに膨れ上がる現象。え、これが、え、ボイリングという現象になります。え、この対策方法としては、この、 え、ウォーターラインを下げなければいけないという流れになります。なので、これに使われるのが、え、一番で説明した、このディープウェルの後方、こう、こう、水を出していく工法もしくは、ウェルポイント工法と言われる、まあ、えっと、長さが70センチぐらいの給水管を設置して、え、地盤にあ、地盤に設置して、え、真空ポンプにより、こう、水中にどんどん排出していく。まあ、たくさんこう、ウェルポイントがあるということですね。まあ、こういうやり方、もしくは、 このディープウェル工法、これですね。これでやってくださいねというのが、この2番の答えになります。2番に関してはディープウェル工法で地下水位を低下させたと書いてあるので、正解になります。一応この2番のこのウェルポイントなんですが、4番で出てくるので、まあ、先にちょっと説明させていただきました。まあ、このように地下水を、地下水の飛圧を、まあ、外に出していくという流れになります。それでは3番。床付け地,地盤が凍結したので、凍結した部分は良質と置換した。 こちらの問題は正解です。まずこの床付けという言葉が出てくるんですが、これはですね、地盤面を水平にそり、えー、掘り揃えることですね。まずこうねぎりをガーッとショベルでこうしていきます。で、ここを掘削底面ができるんですが、ここを水平にすることを床付けと言います。なのでこれはもう掘削されて床付けになった状態ですね。で、この床付けなんですが、これはこう一部の部分ですね。一部の部分がちょっと冷たくなって凍結して固まってしまいました。固まったので、まあ良質な地盤とは言えません。なのでこれを良、まあ、質度、えー えーというか、良い、えー、良質度。えー、地盤に変えるということですね。なので、この、まあ、今回の問題、一番簡単なんですが、この、えー、凍結した部分に関しては、良質度を痴したと書いてあるのは、まあ、こちらのことを言っておりますので、3番は正解になります。それでは4番。ヒービングの発生が予想されたので、ウェルポイントで掘削場内外の地下水位を低下させた。こちらの問題は不正解です。 結果から言うと、こちら、地下水位とか、もうこのヒービングに関しては関係ないので、もうバッテンになるということですね。このウェルポイントっていう水を吸い上げるものは、まあ、意味ないということになります。で、この対策方法、結論から先に言うと、えー、この段差を縮めること、もしくは地盤を改良する、もしくは山止め壁を伸ばす。これが結果になります。そもそもこのヒービングという言葉なんですが、こちらはですね、軟弱な粘性土地盤。これですね、これが軟弱な粘性土地盤を ここを掘削して、掘削底面がここにあります。まあ、ねぎり底面にですね、周辺地盤の山止め壁を回り込んでえ、土が盛り上がってくること。これをヒービングということですね。なので、この粘性土地盤、まあ、柔らかい地盤が上からの圧力によって、こうグイッとえ、この山止め壁をこうグイッと回り込んでいって、ここが崩れて、ここがどんどん、こう、こっち側がすごい、こう、盛り上がってくる。これがヒービングの現象になります。でえ、このようなことを対策するために、まあ結論を言ってしまったんですが、 この強固な地盤がありますね。強固な地盤までこの山の目壁を伸ばしたりとか、あとはこのそもそもの地盤を年生度から硬い地盤に改良する、もしくは段差、こことここの段差ですね。この段差を縮めること、まあ、いずれ、まあ、それ以外のこともあるんですが、まあ、このようなことをやって、まあ、ヒービングの減少を対策してくださいねというのが今回のまあ問題の答えになるということですね。まあ、ウェルポイントというのは水がなければこの地、光、えー、の、光、えー、のじゃなくて、えっ、ー、と、 飛圧地下水。飛圧地下水とかのこの地下水をこう外に出すために使うのがこのウェルポイントであったりディープウェル工法になりますので、今回の問題に関しては水が関係ないので、えー、ま間違いという形になります。以上のことから今回は4番が、えー、間違えているので、今回は4番が答えとなります。